はい、こんにちはです。仕事帰りでございます。ですね、この間ね、あの回転寿司に行って食べた時にふと思ったんですよ。お店によって食べれる枚数が違うって思って、そうすると値段って大体100円じゃないですか。でも枚数が違うとするとコストパフォーマンスが全然違うんじゃないかと。ということで気になったら試してみたくなりました。というわけでやってきたのがこだせのドーンクラッシュ。というわけで試してみます。腹8分目計画で、ルールは簡単。食べるもの、まあ基本的に寿司に絞って腹8分目、満腹になっちゃダメ。腹8分目の定義って分かんないんですけども、なんとなく、もう今帰ってもいいかなっていう、まだ食べれるけど今帰ってもまあ満足かなっていうところで止めてみようかと思います。でね、何店舗かやってみたいんだけど、しょっちゅう行けるわけじゃないんですけど、まあとりあえず第1弾くら寿司行ってみましょうか。くら寿司橋本店、いつもお世話になっております。24番どこじゃろ。さすがにこの時間も空いております。というわけでここはね、くら寿司はサイドメニューがすごい惹かれるんですよ。これも食べてみたいけどね。だけど今日は寿司に集中します。お寿司ね、お寿司にちょっと行きます。お寿司がいくつ食べるのか。これでもね、お寿司屋さんの特徴が分かれば安上がりにできるんですよ。安上がりちょっと見ていきましょう。家族で来るときのための下調べでございます。聞かれるくらいでいろいろね。よし、じゃあ行ってみようか。くら寿司は軍艦モルがとても好きです。これ行きます。なんか崩れそう。崩れそうよ。そしてハマチが来ました。おハマチ綺麗だな。これハマチの驚きですね。軍艦モルいっぱい頼んでます。そのコーン大のモルました。マジです、マジです。いいね、いいね。こうめだからどんどん食べれちゃうぞ。全然お腹いっぱいにならない。いっぱい食べれる気がする。生しらすってさ、生しらすって醤油？ポン酢？どっちだろう。なんか美味しそう。おお、綺麗。すごい綺麗。見てみよう。ちょっと片手じゃ取れない。なんかさっき軍艦もんばっか食べてる気がするけど。おいしい。10枚、今10枚、まだいけるぞ。現時点ではさ、まだ全然いっぱいいける気がするんですよね。なんかその20でも30でもいけそうなんだけども、さあどうなるか。これもまたうまそうじゃないですか。焼きハラス、どうですかこの色。うまそう。焼きハラス
ちが10の山とこっちが4。急に食いしました。急に食いしたとするの、食い寿司お腹いっぱいになるのは早い気がする。まだ食べてるとき気づかないんだけど意外と早く。お、まだ頼んでたっけ。頼んだの忘れておりました。エビアボカド、ちーっと苦しいかな、ちょっと苦しかったな。おいしいんだけど、さすがにお腹になってきたか。お腹いっぱいになってきたぞ。まだちょっと心残りでございますが、1,2,3,4,5,6,7,8,10 とこっちが6枚というわけで、結果は16枚、16歳でございました。まあこんなもんでしょう。やっぱりね、これでもね、今回味噌汁も何も飲んでないんですよ。サイドメニューも一切なしで寿司だけなんで、くら寿司ってね、お腹にたまるよ。結構多いのか、シャリなのか味なのかわかんないけど、結構お腹いっぱいね。十分多いってね。はい、すいません。はい、というわけで、はい、ガチャポン、はい、ガチャポン、いろいろ始まりました。なんか当たったぞ、なんか当たった。それでこんなんもらっちゃいましたが当たっちゃいましたが、はい、結果は16枚でございました。よし、はい、どうも、はい、できました。よし、食べました。あ、16歳か。結構お腹いっぱいになりますね。急にお腹に来た。ね、やっぱりね、くら寿司って結構お腹いっぱいになるかもしれない。これ後々ね、他のお寿司屋さんに行ったらいろいろ分かると思うんですけど、また次は別のお寿司屋さん行ってみます。はい、どうもありがとうございました。はい、最後に動画の交換を作ってくれたネコピットからのお知らせです。Thank you.